田子の浦港の空中写真国土交通省国土指理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。田子の浦港は静岡県富士市にある港。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。足高山階から望む田子の浦港と駿河湾岸の千本、松原富士市の中心より少し東に位置する。鉄道駅では吉原駅に近く、東海道本線が田子の浦港に架かる橋を通る。田子江川、潤雨、井川、小潤井川、和田川、沼川が流入している。江戸時代に沼川と潤雨川の合流点にあった吉原港を中心に駿河湾に面した海上交通の要として発展した。今日の港の周辺は古くから製紙の町として発展してきた富士市ということもあって日本製紙、王子製紙、三島製紙などの製紙工場が多く、その他倉庫、運輸業、食品加工工場も集中する。南側には石油埠頭があり、エネオス、出光興産などの輸送所がある。西側には周辺で最大の旭化成の工場がある。東側寄りには貯木場もある。この港を作る前は砂浜海岸であり、発着がしにくいため鹿島港、苫小牧港、富山新港などとともに堀米式港湾になっていることで知られる。現在も定期的に浚渫工事が行われている。しかしながら、田子の浦港に入港する外港船は、主に紙の原料となるチップやコーンスターチの原料となるトウモロコシなどのバルカーがあり、これらはパナマックス級であることが多いが、このクラスの船に貨物が満載の状態や潮の干満を考慮しないと船底を擦ってしまって、入ってこられなかったり、もしくは接岸できなかったりするなど、港湾の使い勝手としては、良好とは言えない。静岡県田子の浦港沖の特産品として、田子の浦しらすがある。富士市沖、沼津市沖で取れるしらすであり、地理的表示法にて登録されている。鮮度の良さとプリプリとした食感が特徴である。ほか1960年代から1970年代前半に、製紙業などによる排水を原因とした激しいヘドロ公害が起こり、そのヘドロは港湾としての機能を妨げるだけでなく、悪臭などを引き起こし社会問題までに発展した。農林水産省 HP、田子の浦港、平成21年の輸出入額前年、実績を大幅に下回る2010年7月19日。ありがとうございます。